日本ハムファイターズの佐藤智明二軍打撃コーチがものすごく有能ということで話題になっているんですけれども、水谷選手が大きく覚醒したのもこの佐藤コーチのおかげだったと判明したということですね。見ていきたいと思います。水谷選手は現役ドラフトで日本ハムに入団するまでホークスでは5年間ですね、1軍出場がなく1軍出場ゼロという選手でした。昨年は2軍で83試合の出場、2割5分クリーン、ホームランが4本、打点35、出塁率3割2分、OPS が725と、まずまずという成績ですね。2軍では例年打率2割中盤、2割5分台ぐらい、そして平均の OPS でいうと、0.7 強ぐらい、0.6 台の年もあれば 0.7 台の年もあると、そんな感じの成績で推移していました。ある程度ですね、2軍で一定の成績っていうのは残し続けていたので、正直状態がいい時であれば他球団であれば1軍昇格もあったというぐらいの選手だと思いますけれども、やっぱりホークスの厚い1軍の壁に完全に阻まれて5年間1軍出場なく現役ドラフトという流れになりました。そんな水谷選手がホークスで実は大きな話題となった異例の行動がありまして、こちらを見ていきたいと思います。契約更改で異例の保留というのがありました。現役ドラフトの直前の契約更改なんですけれども、この時に1軍に出場したことない選手が異例の契約保留っていうのを行ったんですね。これは異例のことなのでかなりインターネット上なんかも話題になっていまして、1回も1軍に出たことない選手が契約保留かと、そんな声っていうのも結構上がっていました。おそらくですけれども5年間出場機会が1軍で全くないということもありまして、その手のことも含めての話し合いだったと思います。お金の面ではなく考える時間が欲しいというふうに水谷選手は語っていました。そして契約更改を終えた後ですね、今年に向けては6年目で1軍で初ヒットを目指すという年でもないですし、2割5分以上とか言える立場でもないというふうに語っていて、自身の立場がかなり厳しいということを認識しているような、そんなコメントになっていました。こうしたかなり苦しい状態の水谷選手だったんですけれども、日本ハムに現役ドラフトで移籍して突然の大覚醒を見せたと、こちらも見ていきましょう。水谷選手6年目日本ハムで大覚醒しています。例年は先ほどご紹介した通り2軍では OPS 0.7 強ぐらいの成績なんですけれども、今年は OPS 0.9 を超える成績を残していました。もう2軍では圧倒的という成績を残して、一度まず1軍昇格になって、その時は結果を残せず再降格ということになってしまったんですけれども、また2軍でしっかりと結果を残して2度目の昇格で大きく飛躍して、そのまま1軍に定着するという流れになっています。今年トータルの成績が67試合の出場で、打率が3割1分クリーン、ホームランが5本、打点が31、出塁率3割6分4厘、OPS が847という成績で、本当にブレイク1年目の選手として3割を大きく超えるような打率っていうのをしっかり維持していると、ここが大きなポイントですね。やっぱりシーズン長いので失速なんかも経験して、やっぱり一時的な覚醒でこのまま落ちていってしまうのかというふうに思われた時もありながらも、しっかりとそこを盛り返してきて3割2分ぐらいの打率をキープしている、ここが素晴らしいポイントですよね。日本ハムは昨年外野の一枠がなかなか埋まらないという中で、江越選手が出場したり、いろんな選手がこう出場していく中でですね、今年はなんとかレギュラーをということでスティーブンソン選手を獲得したわけなんですけれども、なかなか活躍できないというところで水谷選手が台頭してスタメンに定着できるだけの成績を残してくれている、これがもう日本ハムにとってものすごく大きいですよね。ソフトバンクでは5年間1軍出場がなかった選手が現役ドラフトで日本ハムに移籍して一気にこれだけの覚醒を見せると、2軍成績をも大幅に上回るような1軍での成績を残しているわけなんですけれども、これだけの大きな覚醒があった裏には2軍打撃コーチの佐藤コーチの貢献がものすごく大きかったということですね。こちらも見ていきたいと思います。佐藤智明コーチが水谷選手にどのように指導を行っていたかというところなんですけれども、まず一つですね、水谷選手のコメント、智明さんとの出会いは大きかったです。少しだけ打撃の話をしてもらった翌日に紅白戦でホームランを打つことができたと、このキャンプの頃から佐藤コーチとの二人三脚での指導っていうのが行われていたそうです。そしてですね、具体的なアドバイスとしては、上を向いてからピッチャーを見ると視野が広がるよと、こんなアドバイスがあったそうです。確かに水谷選手、打席に入ってピッチャーと対峙するときに一度二度上を向いてからこう構えると、そんなルーティーンもあるんですけれども、おそらくこれは佐藤智明コーチのアドバイスがあったからだと思います。
やっぱり結果を残そうとこう集中しすぎてしまって、こうなかなかピッチャーに対してリラックスして迎えないとか、まあ、そういったところが、まあ、やっぱり結果を残さなければいけないという立場だと特に強くなってしまうと思いますので、まあ、こうしたアドバイスというのはすごく大きかったと思います。まあ、そして佐藤智明コーチに対して、可能性を信じて指導し続けてくれたこの人についていこうと思いましたと、こんなコメントがあります。水谷選手だけでなく2軍で成績を残しているスティーブンソン選手だったり加藤豪介選手だったり、まあ、こういった選手たちも佐藤智明コーチのおかげと名指して、まあ、こうして話しているというところからも、まあ、佐藤コーチがどれだけこう信頼関係をしっかり作っているか、そして大きく本当に貢献しているか、それがわかります。まあ、加えてですね、今年水谷選手は、まあ、昨年の2軍の成績とかと比べてもホームラン率であったり、あとは長打の数であったり、こういった数値っていうのも大きく伸びているんですけれども、佐藤智明コーチと行った打球に角度をつけるというようなトレーニングがありまして、こちらがかなり大きくこういい方向に出ているんじゃないかなと思います。今シーズンは高い放物線を描くようなホームラン長打っていうのも、まあ、多く見られるようになりました。やっぱりこれだけの体格がある選手ですから、まあ、しっかりと打球の角度っていうのを正しくつけられるようになれば、まあ、それだけ長打ホームランなんかも増えていくわけなんですけれども、ポテンシャルをしっかりと発揮できるようになった、まあ、そんなトレーニングがあったということですね。まあ、加えてですね、佐藤智明コーチが労力を惜しむことなく水谷選手を徹底的にサポートしていたと、こちらについても見ていきたいと思います。ファームにいた頃には毎回ですね、打席に向かう前に何をこう考えて打席に向かうのか、これを佐藤コーチに話して、まあ、ここをしっかりと固めてからボックスに入るということを行っていたそうです。なのでこう2軍ではどんどん打席を重ねるんですけれども、1打席も無駄にすることなく打席に入れていたというところですね。これが大きな成長につながっています。加えてですね、まあ、現在は1軍に定着しているんですけれども、それでも水谷選手は頻繁に LINE でこの佐藤コーチに相談を行って、そして佐藤コーチもそれに対してアドバイスを行うというような、まあ、そんな連日のやり取りが行われているそうです。8月21日ですね、まあ、ホームランを放ったんですけれども、試合前に実は2軍の施設に向かっていて、佐藤コーチとともに打撃練習を行って、その中でこういろんな意見交換をしたそうなんですね。明確な内容の公言というところは伏せたものの、引き出しをいただいた智明さんのおかげということですね、この8月21日のホームラン、佐藤コーチの指導というのがこの1軍でのホームランにもつながっているということがわかります。2軍での指導で成長して1軍に上がっただけでなく、今の1軍での活躍っていうのも佐藤コーチのこうした日頃の相談とかっていうのが大きく貢献していて、まあ、間接的に佐藤2軍打撃コーチっていうのは1軍のこの打撃成績にも大きく貢献しているということがわかります。まあ、これだけ信頼されていて指導力も高いコーチなので、まあ、ぜひ来年以降も残留してほしいなというふうに期待しています。以上です。